どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は大津彩香と NHK ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回ですね過去に大津彩香さんが NHK の「週刊こどもニュース」に出られていて、まあ、池上彰さんとねまあ知り合いであるというお話をしたいんではなくってなんか似てんなと思って。 つまり立花さんがなんで NHK に対してワーっとやってるかっていうと表面上はねホワイトなことすんごい言うし多くの人もそうホワイトだと思ってるせ NHK がね。まあ素晴らしいところだとっていうかまあ信頼してると。まあその一方でやってることを実際見ていくとまあ集金人の問題であったりまあちょっと放送内容もね私は問題があるやつがあるというふうに思ってますけども、まあ、とにかくひどいと。 で特にあの公共放送の役割としてはですねやっぱり民放との違いがあって、まあ、幅広く多くの人から少しずつのお金を集めていくって感じで貧乏だろうが何だろうがね、まあ、生活保護の方はただみたいですけどまああのねお金がなくても取られていくというような受信料制度で過去においてはそこに、まあ、反社会的勢力と思われるような方々が来てオラオラと。 行って、まあ、契約を迫ったりお金を取り立てていったという過去があって今それはまあ橘さんの功績で亡くなりつつあるわけなんですけどもなんかその表面上ねとにかくホワイトに振る舞って裏でやってることは実際ひどいよねっていうか本来の本質のやるべきことやってないよねということについては非常にそっくりだなと思って要は大津さんにしてみたらですね、まあ、大体表面上でおも表ではですね、まあ、最近はねちょっとね橘さん批判 がこうね目立ってきたんでなんじゃこりゃってなってますけれどもまあもともとはホワイトぶってたわけですよねまあ立花さんに不正があるそれと戦っているとかあるいはそういう立花さん的にやり方じゃなくってゆるほはホワイト的なことを言ってたわけですね子どもたちのためにとか含めてねまあいろんなことを言ってたわけでじゃあその一方で何をやっていたかというとまあ実質乗っ取りですよねまあ 立花さんを例えばね、立花さんだけを排除したんだったらまだわかるんですけど、そうじゃなくって、そこにいる党員、職員、支持者、あ投票した方々含めて、すべてを裏切って、全く関係ないことを始めたどころか、えっと、おそらく本日やると思うんですけども、いわゆるスクランブル放送ををですらいらんみたいなね、まあ、そういうことすらやる、ライブでやりそうだと。 いうところでありまして、まあ無茶苦茶なわけですよね。はい。まあこれはあくまで有馬先生のなんかこういわゆる論説をただ紹介するだけだというふうに思うんですけども、まあでもそれを NHK 等を乗った乗っ取った人がやるべき事案でではないですよ、ねはい、まあ、あるいは紹介の仕方としても、まあ、こう、もともと NHK ってこういう問題があって、問題があって、本来はスクランブル化を進めるべきなんだけど、一意見としてこういうのありますよ、だったらいいけどね。まあ、もともと、今までの姿勢からするとですね、そういうふうに受け止められないんでね、まあ、やってることはひどいなと。 いう形なわけですよ、ね、でまあポスタージャック騒動でわかる通りまあホワイトっぽく見えるわけですよねなんとなくね。 で、それを立村さんがいじめてるみたいな構図に見えるんですけど、実は逆だと。NHK も一緒ですよ。NHK をぶっ壊すみたいなことを言ってるひどい連中だっていうふうに見る人もいるわけですよね。だけど、実際は、まあ、立村さんの NHK に対する、そのね、物申しの始まりは、いわゆる内部告発でしょ。悪いことやってたから出したとで。そしたら首切られたっていうね、まあ、とんでもないことなわけですよね。まあ、そういったことを含めてですね、表面上を、まあ、 ホワイトに装いいいいいなながら裏でではいじめてくるるみたいなこととをやるといいんですかね。まあそのようなところがすごく似てんなっていう感じで、まあ、結局橘さんと敵対してる人っていうのはそういう感じになるのかなって <laughs> 思ってしまいましたね。ただそのそれを結局乗り越えていくと一つ一つが事例になるなと思っていて。 例えば、えっ、ー、と、今のポスタージャック問題とか、めっちゃ叩かれてますけど、でも分かる人は分かってるわけですよね。つまり、まあ、本来の問題提起をしてるわけですよね。掲示板このままでいいのかとか、あるいはメディアが公平に扱ってくれないから目立ちにいってるんだとかですね。まあ、非常に問題提起としてはその通りじゃないですか。で,で で,でも世間ではめっちゃ叩き、メディアがまあそれをめちゃくちゃぶったたきにしたわけですよね。一方的に叩いたと。で、じゃあ、これが実際、えーまあ、このままいくとですね、まあ、法律変えないんだったらもう一回やったるぞって言ってるわけですから、変えなかったら変えなかったでもう一回やられちゃうし、変えたら変えたで、まあ、実績になるわけですよね。っていう感じの、まあ、いわゆる詰、まあ、将棋でいうと、まあ、な,んなんていう大手状態というところですよね。でまあ、とににかくこれによって まあ実際、法律改正して、まあ、いろんなものが見直しになりましたってなったときにあの説明の仕方としては楽ですよ。まあ、メディアは多分ね、立花さんの功績とは言わないんでしょうけど分、まあ、かる人は分かりますよね。だから、こういう形であの実際の本当の問題提起をしているのにいじめてきますよみたいな、そういうその構図そのものがあのポスタージャック問題っていずれめちゃくちゃ説明しやすい事例になると思うんですよね。 で続いて、大津さんの事例もそうだし、何より本命の NHK に対してもそういうことなんですよというのが、まあまあ説明、なんかこういうので一個一個整理されていくと説明しやすくなるのかなと。まあ、そうすると、まあ、世の中の評価も随分変わってくるんじゃないかなというふうに、まあ、思ってるっていう、まあまあそんな感じなんですよね。はい、で、そんな中でですね、今、立花さんと敵対、敵対っていうのかな、<laughs> NHK と仲良し、えっと、読売新聞がちょっと受信料問題っていうんですかね、 えお話をされていてはいというわけでこちらはですね読売新聞さんの記事で NHK 受信料が4年で100万件減と不払いは倍増テレビ離れがどう影響しているか答えるのが難しいという記事があるんですけどもまあこれねまあ 立花さん周りの方々はみんな分かってると思うんですけど地震動契約が何でこんな減ったのかっていうことですよね。まあ一番はやっぱり集金人がいなくなったことで,でそれによってあそれは立花さんの功績が大きいわけですよね。なんですけどこの記事にはまあ全く出てきませんみたいな <laughs>。 感じなので、まあ、こういう形でいろいろ多分ポスタージャック問題も含めて立村さんの実績をメディアは隠していくっていうのをやっていくんですけどまあ私はちゃんと見ていきますよというふうにな感じでちょっと記事の方も見ていきたいんですけどはいでこちらはですね NHK の受信料総数が過去4年間で100万件以上減っていることが6月25日に発表された2 2 3 2 2 2023年度の決算で明らかになったということですね。まあ、収入のほとんどが受信料なわけですから契約総数の減少は死活問題とで人海戦術つまり集金に頼っていた契約手法の見直しで十分な営業活動ができなかったことが主な原因とされるが、えー、さらにインターネット社会の進展でテレビ離れも進む中減少トレンドを抑えることはできるのだろうかと。 いうことで、まあ、こちらは文化部の旗本浩二さんという方がね書かれているって感じですね。まあ、簡単にググった結果、なんかいろんなところの審査員、文化系の審査員をやっている、読売のお偉いさんなんですかね。ちょっと分からなかったですけど。はい、で、はいでまあ、決算によると、一般企業の売上高に当たる事業収入は前年度比433億円減の6,531億円とで、支出の方は34億円減の まあ,まあね正直支出とか、まあ、グループ企業ね入れてんのかなこれ <laughs> まあいいや <laughs> っていう感じで、まあ、とにかくえっ、ー、とですね34年ぶりの赤字決算となったという感じでね、まあ、これがまあ大問題だということで一、まあ、つはまあ1割値下げを実施したっていうのもまあ響いてると。 いいうところでですかねはい、でまあ、当然ねあの値引きするんでそれは、まあ、すでに折り込み済みなわけだったんですけども問題はこれからですね受信用契約数とか支払い状況が減ってくっていうのがまあまあ問題になっていくだろうということでまあそれは本当にその通りですよね。はいで 目標は上回っているということなんですよね。だから、まあ、ここは予定通りなのになぜ赤字になったんでしょうみたいなね、いうことですよね。はい。で、えー、としかし、19年度末の契約総数は4,212万件で、その後4年間で100万件以上が減少していると。で、契約,契約対象数自体も同じペースで減っているので,であればやむを得ないが、まあ、これは、 えと契約総数の減少トレンドより厳しいと。 はい、でここからがいわゆるあれで、あの契約しても不払いですね、えー、契約しても、えー、と1年以上支払いのない密集集数は昨年度末166万件で72万件だった19年度末と比べると倍以上になっており不払い者の増加トレンドも明らかになっているということでこれはまさに契約して不払いをするっていう立花さんの言っていることの、ま、効果がめちゃくちゃ出ているということになると思うんですけど書かれていません。はい、ただ、 まあまあ書けないからまあ文脈読めば分かる人は分かるよねという感じですね。はい。で、さらに契約総数の減少については NHK 側ですね、営業スタイルの大,大幅な転換ということですね、ま集、あ、金人が亡くなったからだということが多いわけですよね。はい、えーと、受信契約に関しては契約者が亡くなったり実家に帰ったりすることによる解約が毎年発生と。 まあそれはそうでしょうね。亡くなったり実家に帰るからその分がなくなると。で、これを上回る新規契約がないと契約総数は減少するということですね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですね。で、それを確保するため NHK では長らく営業スタッフの訪問活動による人海戦術で契約を獲得してきたと。でところが、これに関する経費が高すぎるとの批判が根強く、ええー <laughs>、そうだっけえっ、ー、と、 でついに昨年度営業の中軸だった外部の専門会社による契約収納活動を終了したということですよね。まあ経費が高いのが問題だったら切ったらプラスになるハートじゃんみたいな <laughs> ことだと思うんですけどね。はい。えー、っと、えー、現在では放送やインターネットで呼びかけのほか、まあ、住所の記載があればできるなんですかね特,殊特別当て所郵便とかっていうのを使ったりもういろいろやり尽くしていると。 いう感じですかねはい、はい、であと未契約者に対する割増金制度ですねまあこれも結構言われたからこれで契約数も増えたはずなんですけどねはい、はい、で当初はこうした手法が功をし新規契約に結びついたがテレビを持ちながら未だに契約を結んでない人の多くは NHK の番組や受信の制度に疑問を持つ人も多いここで NHK とかけ <laughs> <laughs> でしょでこうした相手には担当者が直接面会して公共放送の意義などを説明し先方の意見にもじっくりと耳を傾ける地道な努力も必要でねやってますかこれ、えー、未収集者に対しても同様の丁寧な対応を欠かせないとの声が営業現場には根強いというふうに言ってるんですけどねどこでやったのまあ一番の反対者である NHK から国民を守ると言いますよね。 立花さんが「貼れたくない」って言ってる人いますよと「じゃあみんな集めて公開でやりましょう」って言ってるんですけど拒否ししたらしいですねあのだって正当なことをやっててちゃんとした番組を作っているならばあるいはね NHK として自信があるならばアンチを説得してこそみたいなのあるじゃないですか、ね。しかもそこで何でもかんでも文句を言う方々ではないですよ。言ってることは全てまあ論理に基づきそりゃそうだよねっていうことを言ってるわけっていちゃもんつけて何かを まあこうね粘着してやってやろうというわけじゃないじゃないですか。なんですけど、出てこないというところですよね。そして、まあそこに至る前においてもですね、斎藤議員ですよね、が、まあ、国会において、私払ってますよ、私を説得してくださいって言ったわけで、じゃあ、説得しにどのくらいやったんですかみたいなね。で、国会の中で見たやつについてはですね、全然、もう全然説得にならんみたいなところですよね。だから本来はそこで多くのいわゆる 払わ,ない払わないで不満を持っている方々の、えー、を、まあ、逐一あお話をしながらそのデータを集めていってそれに沿うような公共放送を実現するべきですよね。それをもってしてやってんのに払わないって言ったら、まあ、それ払わないやつ悪いよねって世論がなりますよね。だけどそうなってないっていうのはそもそも話すら聞いてるんじゃねえのみたいなね話ですよね。 はいといととうことでつまり経費削減のために急激に営業スタイル変更したことでかえって負のトレンドを加速させたようだということなんですけども変えたくなかったんだけどもう立花さんがね NHK 会長の自宅前につってねあのもうね要は集金人でひどいやつがいるんだみたいなことをやったわけですよねそれこそまあスキミングでしたっけかなんかねおばあちゃんからね騙すみたいな感じやってて何やったんじゃんって言ってやったんですよね夜に。そしたら こんな夜に来られると妻が怖がるんでみたいなことを言い返してきたわけなんですけどね NHK 元会長がねいやそれをあんたんとこの集金人が全国でやっとるかなみたいなねいうことを伝えられて何それびっくりってなって亡くなったわけですよねはいあの <laughs> そこを外すとちょっと論説としてはおかしい ですけど表面上はそうは言えないのでまあまああれですよねあの経費削減のために、まあ、営業スタイル変えたんですよみたいなね、まあ、そういう説明をしてですね、まあ、それをそのまま書くってジャーナリズムとしてどうなのかと思うけどでもねあの鍋常さんと仲良しの元 NHK 会長がねやっぱりね顧問でい,たいらっしゃったりするから直接的には書けないよねみたいなのがあるかもしれないんで正直このテーマを扱ってるだけ立派だなとは思うんですけどねはい。 ではい、でさらに昨年10月からは受信契約を結ぶ親元離れて暮らす学生の受信料を全額免除する対象を拡大したこともあ契約総数を引き下げたということですね、はいまあ。とにかく営業スタイルの変更を含めて NHK 側の事情だけ,が、えー、んだけが契約支払いに関する負のトレンドにつながっているのだろうか違うよねってことですよね。はい <laughs> ということですね。で、NHK 側の古、えっと、賀さんかなはいわゆるテレビ離れというのもあり、いろいろな社会的変化もあるというような回答をしちゃったと。はい。まあ、ただ、なんか、まあ、何んですかね。まあ こう新しく生活始めるじゃないですけど、まあ、世帯を別にしてねあの新しく新生活とか結婚してでも何でもいいんですけど始める時に普通のテレビを買うと受信料発生するけどテレビそんなに見てないよね TVer で十分だよねって人にとってはこれわざわざチューナー付きの高いテレビを買うさらに受信料が罰金的に発生する買うわけないじゃんみたいな <laughs> まあもともとのそういうトレンドもあるプラス橘さんが仕掛けた ことによってですね契約して不払いの人も増えてるって、まあ、その両方が重なってるんだと思うんですけどね。はいでさらに、えっと年間の解約件数の推移を見ると、でですね、まあえー、っとですねねままあそれなりに減ってはいるんだけれども、それでも、えー、っとえ契約総数が減少しているのはまさしく解約数を上回る新規獲得ができてないからだと。 いうことで、まあ、ここでもまたスタートに戻るで集金人がいなくなっちゃったからねみたいな。はい、となると解約件数が問題なのではなくって新規,獲得新規契約獲得と契約者の不払い解消こそが、まあ、今後の公共放送上の大きな鍵となるが、まあ、従来のような外部の専門家による集、まあ、金人の復活はないと。 ということですかねあるいは未契約不払い対策として割増資金請求や、えー、民事督促、えー、手続き等もあるがそれらはあくまで最後の最後の手段というのが NHK の基本姿勢だということで、まあ、それはそうですよね説明,も説明を尽くすべきですよねまずねはいでそれゆえ小規模ながらも営業スタッフによる対面での地道な説得活動は一つの、まあ、活路となりそうだと 言ってるんですけどそんなことせんでネット使えみたいな <laughs> NHK を使えみたいな感じで自らあんな巨大ななんか放送局を持っていてですね当然 YouTube だってできるし何て言うんだろうな、まあ、いろんなアプローチが取れるのになんで NHK はそこを使って説明しないんですかっていうことでしょでその、まあ、機会をまあ、NHK 等側から提供されているのにまあ やらなないいととうことなんでねまあまあだからそこをやる気がないからだよねっていうことに尽きるわけで根本を直さない限り増えませんよっていう増えないっていうかこの状況からは逃れられないですよね。 はいまあそもそもですけども給料が高すぎる問題とか含めてですね内部改革が必要なんですけど、まあ、やれないんでしょ立花、まあ、さんがねやっぱりあの総務大臣になるとかですねあるいは NHK の会長になるとか、まあ、そういう体制を整えば別ですけどもさすがに無理っしょうみたいな感じで、まあ、このままずるずるズルズル沈むのをなんとか遅らせるべく様々な手を打ってるって感じですよね。はい はい、そんな中で一応まあこの記事の結論としてはですねさまざ、あね、まな、あ、媒体がまある今の社会においてなぜ受信の制度に基づく公共メディア NHK が必要なのかということを執行はまずできるだけ具体的にその理由を示し営業の厳しい最前線を担うスタッフに託してやるべきだろうということですよね。まあ、国会ででででで聞かかかかれてててて今ここで説得ししくだだださいいってやっっやきななたわけでしょないんですよららね、はい、だからその 意味ある説得力のある、ね、NHK がなぜが必要なのかみたいなことについてはむしろ立花さんの方が説明していてでもその通りにやると今のまんまじゃあかんと見直さなきゃいけない給料下がっちゃういろいろねあのー、なんてまああらゆるものをやっぱり変えなきゃいけなくなっちゃうわけでそれを変えたくないどうしよう変えられないの、まあ、繰り返しだというのが今の現状ですよね。はい はい、というわけで、まあ、こちらのね旗本さんの記事はですね NHK と,というか立花さんが出てこないところはすごく不自然。 なんでまあ、一番重要なところ外してるような気がしますが、まあ、それでもま NHK に対して、まあ、ある種本当にこれからどうするんですかっていうのを突きつけてる記事ですよね。でえー、っとそれでですねでさらにこれはもっと3ヶ月前ですねこれはチューナーレステレビやあります安定財源の絡みだった受信料制度が NHK の首を締め出す皮肉ということでまたこれも旗本さんが書かれていてですねこっちはも,も,もうちょっと まああのまあ、厳しいっていうのかな、まあ、普通に問題提起してるって感じでこのままじゃあかんしょうみたいな <laughs> まあ誰しもが思うようなことをしっかり書いてるという感じですよね。はい、というわけで、まあ、この記事の結論においてはですねやっぱり NHK の改革もふわっとしててこれじゃ無理やろみたいなねいうことを言っていたりまあ普通に見るとそうなるんですけどねでさらに受信料制度が、まあ、仮にね、まあ、維持されたとしても まあ財政規模っていうのはまあ小さくなっていくわけだから結果として改革必要になるよねみたいなねまあいう話をされているのでまあ早くやった方が傷が少ないよねっていう結論になるんだと思うんですけどねでもできませんですよねはいだからせっかく立花隆さんっていう存在がいるのにうまく使いながら本当は変わっていくのが大事なんですけどまあそれもしようとしないのでどっかで 持たなくなって普通に崩れる方向性っていうんですかねソフトランディングが難しくなるんじゃないのかなというふうに思ったりしてますねはい はい。というわけでね、まあ、そのような、なんていうんでしょうね、本来の本質を語らずみたいなことが、まあ、世の中ではバックをしていてですね、立花さんはそういう人たちと戦いながら、まあ、本当のことを言うと。だから、なかなかマスメディアに上げてもらいにくいみたいなところが起きていて、まあ、乗っ取り騒動も、その中の現象の一つかなというふうに見ると、わかりやすくなるかもしれないですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。